Real Music Station. Inter FM 897. A new beginning. Tokyo Soul Yahon Carnival.こんばんは、鹿夏です。この時間はいよいよ来週末の開催に迫ったインターFM897開局記念豊洲ヤオンカーニバルのスペシャルプログラムを緊急生放送します。急に決まったもんでね、もうテンションでね乗り切っていくしかないんですが、きっと最高の1時間の番組になりますのでよろしくお願いします。ラブサイキデリコが生で来てくれるかも、来るかも、いい加減なこれ、もう名前言っちゃったからね、来ないとバンドに失礼ですからね、来てもらいましょう絶対に。とにかく楽しいイベントだぞということをお伝えしていきたいというふうに思います。インタ FM897 開局記念豊洲ヤオンカーニバル、10月31日土曜日、11月1日日曜日、場所は新豊洲駅、これゆりかもみですよね。徒歩30秒、豊洲駅からだって歩いて10分ぐらいしかかからないんですか、もうどっち側でも大丈夫なんですけど、豊洲野外音楽広場というわけでですね、これあれですね、豊洲の魚市場ができるところの近くですので、もう今ちょっとなんか流行りの場所をウォッチするためにもいい塩梅で行けるんじゃないかなと思います。ちなみに私のランニングコースです、こちら。デイ1、10月31日、スウェンガースキマスイッチ、ザ・キングオールスターズ、これキングオールスターズって加山雄三さんのあれですよね、若大将降臨、そしてラブサイケデリコ、デフテック、そして大宮エリースペシャルバンドって、これ何やるんですか、大宮エリーが何スペシャルって、大宮エリーが 何十体いるの、あそういうわけじゃないの、なんかあの人何十体いそうだもんね全国にね、そんな感じもするんですが、そしてデイ2、あデイ1ね、あれですね、悟空も出ますよね、サカナクションと今ね一緒に全国ツアーアリーナツアー回ってるんですよ、もう太鼓台でね、すごいですね。そしてデイ2、サノモタール&ザホーボーキングバンド、ホーボーキングバンドで佐野さんが出られるんだ。そして藤井フミヤさん、ポラリス、いやいいな、ポラリスを野外で聴くのって最高の気持ちになりますよね。オーバーグラウンド、アコースティック、アンダーグラウンドのバンド名長いという、これカッコバンド名長いってつくんですよね、あつかない。そしてキャラマン、小林太郎、いやあもうインタビューと同じの上田まりえちゃんも、いろんな方々が出ますが、しかのの注目はですね、僕はなんかこのホーミーエリーが何を一緒にやるのかっていう、そもそも彼女が何歌うの、何やるの、脚本を書く、ここで一本ドラマ出来上がる、あそうじゃない、あと佐藤泰治かける道珍芳邦、僕ちなみにこの道珍君と前日までハワイでスカイダイビングやってるっていうね、もうなんか飛びまくってる道珍君がこちら、これ多分スカイダイビングで道珍君ステージまで降りてきますから、豊洲なんかできそうじゃないね、そういう感じだと思っていただければと思います。私しかも11月1日に MC として登場予定ということで初めて聞きました。もちろんもう僕のヤフースケジュールにも手帳にも何も書いてないんですが、やったろうと思いますので、ラジオブースでゲストトークをしますので、それもぜひとも遊びに来てください。1日券は7000円、2日券は13000円、そして嬉しいことに中高生1日券2000円、しかも小学生ただ OK、 これを聞いてる皆さん、小学生って言えばタダで入れる豊洲ヤオンカーニバル最高だと思いますので、ぜひとも皆さん仮装は小学生でこれイケてる仮装の小学生はタダで入れるんですかなんかうなずいてますけどねというわけで皆さんチケットしっかり買っていただきたいと思います。インタ FM897 リスナー限定特別電話予約もただいま実施、この番組中だけずっとやってる。受付電話番号は 0570-084-638、 0570-084-638、 今すぐかければ誰かと喋ります。誰か、いや誰なんだろうねっていう、というわけで音楽いってみましょう。まずは2日目、11月の1日日曜日16時に登場する、としろはあれですね、春に続いて2回目の登場ですね、オーバーグラウンド、アクースティック、アンダーグラウンドをお届けしますが、曲の後でとしろとお見合いからのメッセージもあります。メイキングタイム豊洲ヤオンカーニバル。こんばんは、お見合いです。としろです。いい音だね。ですよ、フェスいっぱい出るじゃん、としろくん。出るよ。どうだった豊洲フェスは、どんなの豊洲フェス、うん、ダメだよ全然ダメだよ。まず、うん、工夫でさ、もうちょっとさ、うん、華やかにできんじゃん。あけどなんかさ、あの
テントだよ、はい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 、あれが白いテントね、白いテントがさ突っ立ってて、うんうん、なんかただ仕切り作って、うん、こちらですみたいな、うん、こんなの別に楽屋でも何でもねえだろうみたいなさ、まあ、俺も腹立ったね。腹立った？腹立つよ。でも主催者はさ、それが狙いですみたいな体だからね。狙いじゃねえ、あんなの狙いでどうぞ。まあまあね、こんなの肯定じゃねえかよ。そんなの第2回が危ぶまれますよ。これ第2回やるんですよ。もう第2回やるの、あれで1回、そうそう、1回切りたと思ったら、うん、早くも第2弾の開催決定しましたということで。マジかい。しかもね、今回はインター FM897 開局記念イベントとして、うん、でも豊洲ヤホンはさ、もうあれじゃない、うん、アーティストとして出るのはやめて、うんうん、フードで出ようよ。そうだそうだね、儲かんじゃん。かご意見だ、ご意見だ。ちょっと食べ、ちょっと食べて、うんうん、塩足んないみたいな、うん、じゃあ10月31日、10月11月1日、豊洲ヤオンカニマルで会いましょう。お見合いと行かねえよ。行かねえよ。行こうよ。これあれでしょ、特番でしょ、この豊洲ヤオンカーニバルにお客さんをどしどし呼ぼうっていう企画でしょ。どんなコメント最初に用意してんだこの番組は。もうどうしようもないね。鹿野淳が生放送でお送りしています、インターフェーム897開局記念豊洲ヤオンカーニバルスペシャルというわけで、ツイッターをね、皆さんから募集してますので、ハッシュタグがハッシュタグ豊洲ヤオン、あのローマ字で豊洲ヤオン、そしてハッシュタグ897受信、897受信は漢字で、これでハッシュタグを受け付けてますので、ぜひとも皆さんメッセージをよろしくお願いします。というわけですね、もうこのコメント受け、ね、受けっぱなしは何とも言えないからさ。演出面相当敏郎に叩かれてたんですが、イベント演出を担当してる方は呼びましたよ。アースガンデーの南平さんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてもう一人、はい、もう一人、あの去年のこの去年去年です、はい、豊洲や、あ春、今年今年の春 ね、はいはい、もうそれすら忘れてるっていう。デーブフロムショーからチンピラ呼びましたんで、はい、チンピラです。はい、どうもチンピラです。なわけないじゃないですか。ジョー君来ました、よろしくお願いします。イエーイ、オラオラ、スタッフ多すぎるよこの番組。あ、本当スタッフ多すぎるよ。そうだって力入れてんもん。しかもあの人なんか分かるかんだけどさ、脇の下の汗かいててそれすげえ気になるんだよな。でしょ、もうテンパってんだよ。もうすぐだから、なんでさいきなり汗かいてんのかなと。いやだからお客さんいっぱい呼ぶのよこれで。あ、これでね。そうそう、ジョーもこの番組ちょっと途中で出てってもいいんだけど、うん、そしたらでは特番の電話全部取ってもらうんで、チケットを。あ、俺が、そう、テレフォンアポインター。いや俺外から見たらなんか小太りのおじさんが2人並んでるからさ、なんかあの大相撲のなんか番付予想の番組かなと思った。まあ若干それに近い感じ、近いものがあるでしょ。そう、その感じで行くんだけど、うん、ていうか鹿野さんが豊洲あたりを何ランニングしてんすか普段。俺だって家あそこから2キロ離れてないもん。へえ、だって事務所下北でしょ。だから下北は事務所だって。あ、そうなんだ。ホームはあの辺なのよ、あのね。やっぱ無時間儲かってんだな。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、なんであの辺は儲かってるの。あの辺なら儲かってる人がいる場所なの。いや、なんかそんなエリアじゃないんですか。ララポートがあればお前儲かってるやつが来るのか。いや、わかんないけど。いや、確かにね、豊洲ってね、うん、この5年間でニョキニョキ30階以上の建物がいっぱい建って、うん、実は3年前まで駅のプラットフォーム有楽町線もっと細かったのが、本当に人が溢れちゃって入れなくなって、うん、駅の改札から行列になっちゃって、これはまずいということで3倍にプラットフォーム広げたりとか、それぐらいの場所なんだけど、うん、あの辺住んでると分かるんだけど、すごいね、今旬な場所じゃない、言ってみよう、お台場からの場所ですよ、まあ、東京オリンピックもあるし ね、まあ、あるしね。でそうなんだけど、うん、東京って広いんだなって気持ちになるよ。あ、それは分かります。もう橋とかいちいち走ってるだけで 500m とかすぐ過ぎちゃうのよ、うん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 、実はなんか世田谷区とか走っててもなかなか 500m 走るの、うん、信号何個かあるんだけど、うんうん、信号を一つ渡るのに 700-800m とかね。なんか東京って意外に広いんだって気持ちになって、これは実はいい場所よ。いや、いい場所ですよ。僕だ去年初めて行かせてもらって、うん、その東京が発展してる部分と、うん、あの夜音やるところはなんていうの、原っぱじゃないですか。原気持ちいいしね、うん、なんかいわゆる都会のオアシス的な。ちょっとそのなんか情報的にさ、うん、この春を知ってる人間として豊洲、はいはい、夜音に、うん、この番組で今から200人呼びたい。200人ですか。そうそう、いや俺数字持ってないですよ、でもあの数字持ってるのデーブの方なんで、あんまり俺呼んでもそういう威力ないっす。いや、そのいや、お前が呼ぶんじゃなくて。あ、そうかそうか、そう、この番あなたの経験値で200人呼ぶトークをするとしたらどういう感じなんですか。いやー、まあ、ぼちぼちですよ、だからもうダメだこれ、ゲストもダメだこの番組は。でもね、でもでもさ、なんていうのかな、下がさ、土なんだよ。そうなんだ。それちょっともうちょっと言葉付け加えないと。いや、だから雨降ったらめんどくせえなって言うだけだよみんな。いや、
すごく、ね、うん、あのね疲れないのよ。疲れない。わかります。コンクリートと違って、それはわかる。これねとっても大事なことなんですよ。わかる。なべさんその辺もそのなんか土もエースの一つの、はいはい、東京で土ってこと。やっぱりあの東京の真ん中で、はい、あの銀座なんかすぐですからね。そうですよね。当然ですけど、でニョキニョキと高層ビル群の夜景が見えるところで、そうそう、原っぱなんですよ。なるほど。で夜ねあそこに立つとなかなかなんとも言えない気分になるんですけど、でそこで最後エンディングはいきなり終わりの話してますけどね。最後のエンディングはそこしかねえのかよ。これがキャンプファイヤーやっちゃう。放火ね。放火しちゃう。放火、放火、放火ね。ちゃんとね、すごい調査大変してますけどね。あ、本当。うん、もう本当に人の背より高いキャンプファイヤー。ね、キャンプファイヤー楽しい？いや去年それ見てないんだよ。ちょっと待った。いやだってほら美味しいところ見ろよ。生放送があったから確か帰ってきちゃったんだと思うんだよね。そうだったんだ。だと思いますよ。確か。キャンプファイヤー。いやもう良かったっすよ。本当。ね、それは火を見ながらみんなぼーっとしていくんですか。まあクラモンがね、もう思いっきり盛り上がってる横でキャンプファイヤーぼー。もうステージからもクラモンの3人からも見えて、もう終わった後すごい面白かったって言ってましたね。それはいいですね。これはもう野外だからこそですよ。そうですよね。東京の都心のど真ん中で夜景のビル群わーっと見ながらレインボーブリッジまで眺めながら、だから東京で土、東京でキャンプファイヤー、はい、これ両方とも東京っぽくないものが東京でできるし、そうですね、で東京でそれをやるとまた一つ格別だよっていう部分もある、はい。あともう一つ、もう一つというか、まあ、もういくつもいくつもいっぱいあるんですけど、カーニバルなんですよ。カーニバル、豊洲ヤオンカーニバル、ね、そう、あのカーニバル隊の女性の胸がすごかった。でかいでかい。浅草カーニバルよりも勝ってる。でかい。胸がちしてる。胸がちしてます。ちなみに今回出演するメインのカーニバル隊、はい、ね、エスコラージサンバサウージって横浜のグループなんです。これ、はい、今年の浅草サンバカーニバルの優勝チームですか。ナメさん、はい、おっぱい大きい。もう任せてくださいよ。楽しみにしておいてくださいよ。やったね。やったね。すごい楽しいよね。そう、あ、本当。もうね、そのカーニバルってほらオクトーバーフェスタとか、はいはい、あのアイリッシュバンドとかがカーニバルしながら音楽やってると、はいはい、後ろについちゃって電車ごっことかみんなでやるじゃないですか。もうああいうノリでお客さんも一緒にカーニバっちゃっていい。そうそうそう、泡踊りもありますから、もう踊らにゃ損損ですよ。もうほうほうほう、やばいね。ジョー、どう、カーニバル。いやカーニバルねすっげー楽しいですよ。しかもねご飯も美味しいし、であとほらその東京でやってるから、そのなんていうの、みんな近いじゃないですか、アクセスが。そうだね、それが ねすごい便利だから、ね、ほんと家族連れで来る、ね、そうそう、家族で来るにはちょうどいい。こんなに家族で来やすい場所ないですか。別に遠くのフェスをディスるわけじゃないんですけど、やっぱり移動するのって大変じゃないですか。ご家族一緒で ね、うん、でやっぱり東京 その中心に近いんで、うん、まあ、てかもう中心みたいなもんですよ ね、 だからあの本当にフラッと遊びに来るっていうのはとてもいいと思います。だから特に本当にあの辺に住んでるニューファミリーの方って実はいっぱいいて、そう、全員来てほしいよね。もう一回宣伝しておきたいんですけど、小学生無料ですか。無料。中高生2000円ですから。というわけで小学生コスプレ大会をやりますので、小学生のコスプレをしてくれるとタダになるという、ね、だからね、そういうお子さん5人連れてきても大してお金かからない。かからないですよね。そう、あ、そうですね。だからもう夫婦の2人のチケットさえ買えばみんなで遊ぶ。こんなに家族に優しい。テキーラある。テキーラ、テキーラ多分テキーラ、あ、じゃあ用意しときます。用意しときます。今もうね、あのメールしときます。ちょっとところでなんですけど、これ、はい、だからさっきのコメントは何なの、鍋さん。あれ、はいはいはい、ちょっと反撃しようよ。あ、としろうにね、としろうにね、にね、そう。いやもうね、最初はねフェス大変なんですよ、いろいろとか ね、そんなこと言うと2回目はどれだけ違うか、もう言い訳ですけどね、はい、もうね今回まずですね、今ですね、某山の方からですね、丸太をですね100本なんとか持ってきたいと。南部さんさ、丸太だったらさ、隣の駅の新木場にいっぱいあるの。やられた、やられた。そうそう、あれ太すぎてね、あれちょっとで、ね、あの装飾で使うのは大変なんで、ね、確かに南部ちゃん、そういうところあるんですよ。ちょっと頑張りすぎて手前が見えてない。分かる。オッケー。今ね毎日ね、あの山の方からね、木こりがね今日は15本切りました。本当。メッセージが来てます。じゃあもう白いテントだけじゃない。丸太の塔とかね立てまくるんですよ。それもあるし、ところでね、さっきコメントもくれたエリーは何をやるんですか。ねえ、その大宮エリースペシャルバンドですからね。楽器弾けたかな、あの人。いや、てか俺これ見たんですよ、ね、ラインナップ、はい、どうですかねえ、うん、ていうかジョーさん大宮エリー知ってる。いや、もちろん知ってます、ね、まあ、やっぱ飲み友達なの。いや、そんなことないですよ。でもあの人さ、酒飲んでる人じゃん。まあ酒飲んでる人ですね、基本でしょ、はい、酒飲んでる人がバンド、スペシャルバンドやるんだって。そしてメンバーがね、大畑雄一さんがギターよ。おー、すー
ごい。それでほらベンゾーってほらちょっと今活動休止してるけど、うん、細野さんとか星野源とか、はいはいはい、キャラバンとかサポートしててもうこの人たちこの人いないとって言ってるベーシストの伊賀渡くん。しかもあのあれ俺坂田明さんのあのもうあれ息子さんの坂田学くんって半端ないぐらいドラム上手いわけ。知ってますよ。とんでもないじゃん元ポラリスでね、うんうん、直太郎くんやってて。この人たちが凄腕を揃えてね、お入りのバックバンドなんだって。どういうこと。いやこれ結局業界のあれですよ、縮図ですよこれ。いやでもさ業界の縮図って言ったって別に伊賀くんだって大畑さんだって坂田くんだってドラマ出たいわけじゃないから、うん、ここでエリーのバックやればドラマ脚本家としてのドラマ出れるっていうわけでもないじゃん。いやなんかだから握ってんじゃないですかエリーさん。握り、エリー姉さんなんか握ってんだと思いますよ。握ってんだ、ま、我々一般人が見えないところで。本当やっぱりあっちの、ね、そういう妙なパワーがあるって大の字も言ってた。やっぱそうでしょうね。言ってた。その匂いはしますもん、エリー姉さん、ね、どうなんすか南部さんこれ。なんかねこの間僕フジロックで見た時はねバイオリン弾いてました。え、フジロックも出てんの。メンバーまるで違いましたけどね。メンバーねあの時はコトリンゴとなってましたね。コトリンゴでやってんの。で2人あのコトリンゴはキーボードですけど彼女バイオリン弾いてました。でなんかね曲によっては絵描き出すんですよ。ライブペインティング、あと詩の朗読したりとかね。マルチなんだね。俺あの方と一緒に絵本作ったことあるんだけど、やっぱりマルチなんだよね。次のムジカの表紙いいんじゃないですか、大宮エリーさん。ローリングストーンはとりあえず大丈夫なんで。ちょっと今ここでなんか15秒ぐらいみんなで黙って放送事故起こしてるんですか。とりあえず次のムジカの表紙エリーさん。すっごい今海外ツアーやってますからね、ヨーロッパ回ってます。えなんかね、個展やったりとか、はい、ライペインティングやったりとかいろいろしてるみたいな。ほんと世界またにかけまくってる。そうみたいな、大宮エリー特番みたいになってます。確かになってきてますが。まあというわけでですね、2回目は敏郎を納得させてください。はい、南部さん期待しますので、インターフェーム897リスナー限定特別電話予約も実施中です。受付電話番号は0570-084-638、 今すぐかけてください。0570-084-638。他にも豪華なアーティストが出演します。例えばこんなアーティストも。どうぞ。スキマスイッチです。どうもボーカル吉高です。鍵盤の時田慎太郎です。はい、インターFM897、うん、開局記念ということで、豊洲ヤオンカーニバル、こちらが行われます。そうですね。10月31日と11月1日、うん、もう2日間行われるんですけれども、はい、僕らは1日目の31日の方に、うん、出演させていただきますということで、楽しみですね。楽しみにしております。うん、豊洲ヤオンって行ったことありますか？ないんですよ。僕もないんですけれども。豊洲って、あの土地はちょこちょこと僕、あのフットサルとかね、はい、対応していただいてます。はいはいはい。まさに今開発されているところで、おいろいろと新しいあのこう動きというかね、ムーブメントが起こりそうな場所になって、うん、まあ、そこでまた音楽でこう一つ大きな、ね、イベントができるというのが、はいはい、楽しみですね。そうですね。うん、あのいろんなアーティストさんとの、ね、こうコミュニケーションなんかも楽しみですし、うんですね、会場の雰囲気を含め、うん、あの僕らも出演するのも楽しみですけども、はい、あの他のアーティストさんたちをこう、ね、見るのも、うん、あの一つの楽しみだったりしますね。そうですね、もちろんそうですね、はい、なんといってもこの今回新しいイベントですから、はい、新しいフェスというかね、うん、まあ、ここの最初にこう携われるのは嬉しいですね。そうですね、うん、はい、なので僕らもあのスキマスイッチらしく、うん、イベントを盛り上げられたらいいなと思っておりますので、はい、ぜひ豊洲ヤオン、会場にお越しください。はい、というわけでどうもスキマスイッチでした。 The Real Music Station Inter FM 8-9-7 A Brand New Beginning Toyosu Yaon Carnival。 鹿野敦史が生放送でお送りしてます。インターFM897開局記念Toyosu Yaon Carnival スペシャル。スキマスイッチは10月31日土曜日初日ですね、ハロウィン日の鳥として登場します。今回は10月31日ハロウィン収穫祭をテーマにしてイベントも実施というわけで、10月31日がみんなで仮装して参加ハロウィンチンドンパレード、はい、そして11月の1日がこれすごいね、豚1匹丸ごと食ういやこれ実はですね1匹じゃ足りなくなって2匹になっちゃったんですけど、もう2匹丸ごと食べちゃいます。2匹丸ごと、はい、もうない丸焼き系なの。いや丸焼きはねちょっとなかなか大変なんで、うんうん、あの豚を、はい、胴体と、はい、ももと足と、はい、あとそれ以外のこう細かいところはソーセージにしちゃったりとかして、南米さん的にはさ、これさ豚1匹丸ごと食べたかったんだそうっすね、そうっすね、もう分かりやすく食べたいんだ。みんなあなたトドみたいな人ですね。あ、座食系ですから、座食系何でも好きですね。フェス男ですから。なるほど、この仮装の方はどういう感じになるんですか。仮装はですね、はい、もうまず
ハロウィンチンドンパレードっていう誰も見たことのない、はい、あのパレード隊ができるんですけども、なるほど、バグパイプ、はい、あのアイルランドの楽器のバグパイプの、はい、4人組を中心にですね、チンドン屋さん、チンドン屋さんもポンじゃないですか、ピンタラピンテズって言ってるんですか、ピンタラピンテズって、そうそう、チンドンと、それにですね、はい、サンバの太鼓隊もどんどかどんどか加わって練り歩こうというです、ね、なるほど。でこれでハロウィーンで仮装してきて、仮装コンテストを上横溝審査委員長でやって、いいこれグランプリを取るとローリングストーン雑誌、うん、一生や定期総本。いや、なんでそのお互いの雑誌を潰し合うの。仲良くやる、素晴らしいね。雑誌業界不況なんですから仲良くやりましょう。違うな。ねえ、仲良くやっていきましょうよ。いやいやいや、よろしくお願いしますよ。一緒に仮装しようよ。そんなもん、ローリングストーンも、ローリングストーン仮装でも、ローリングストーン仮装ってかっこいいよね。ちょっと絵になる感じがしますけどね。かっこいいよね。なんかビーズみたいになりそうだよね。ビーズみたい、ビーズとエアロスミスみたいになりそうじゃん、なんかさ。それ、まあいいや。ちなみにその難しい話題が来ても、あのその場でですね、会場内で簡単に仮装させてくれるワークショップなんてのもやろうと思ってるんですよ。あ、仮装ワークショップ、ワークショップ会場内にいっぱいあるんですけど、スタジオアリスじゃない仮装。まあちょっとね、歯切れで作る蝶ネクタイとかアクセサリーみたいなワークショップがあって、はい、そのコーナーでちょっとやりたい人はオレンジ色で頭を巻いて黒い布の体に巻いてみようとか、そんな簡単なハロウィンの。じゃあ俺股を葉っぱで隠したいです。ハロウィンじゃないじゃないですか。じゃあ股をかぼちゃで隠したいです。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。そういうのやりましょうね、はい、というわけで、もう他のフェスとはね、一味違ったいろんな企画もあるんですが、はい、ラインナップもね、一味も二味も違うんで す, です。これも例えばね、これいきますよ、はい、パーンと、おー、きた、かっこいい、ブラックボトムブラスバンド、いや、 BB トレインなんですが、ニューオーリンズ、ね、かっこいいですよね、楽しいですよね。もういろんな人たちのライブに神出鬼没で出てきちゃ美味しいところを持っていくっていうね、いろんなフェスでも練り歩きながらやったりとか、ね、やってますよね。今回も多分ステージからパコンと出てきちゃうんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。10月31日祭りステージで、はい、これは16時40分からですね、はい、そして次行きましょう。きたー、ダチャンボ、はい、フェス番長ですね。本当にね、ダチャンボは安定感ありますよね。そう、盛り上がらないはずがないもん ね、もうお客さんの運動量が違うとか、すごいな、ダチャンボがライブ、僕一回ダチャンボのライブをずっと見ながら、もう頭の中でトリップしまくって、レイ・ハラカミが降臨してきましたよ。生き返りましたよ。あの人の音が一緒に流れてるような気持ちになって、そういう、これちょっと危ない発言でしたね。いやいや、トランス系ですからね。そう、こういう気持ちになるっていう ね、11月の1日祭りステージで、これも16時40分からです。そして次行きましょう。お、これはなんだ、これは悟空&ゴロ、はい、サマディーン、これはちょっと悟空の説明していただけますか。これ今ちょっと話題なんですけど、サカナクションも、ね、そうなんですよ、実は僕ね、本当に3日前ぐらい前に見てきました、大阪で。どうでした、いきなり、これだからネタバレにするからあんまり言わないんですけど、もうね、もうなんかいきなりすごいです、いきなり悟空がすごいです。女性中心の和太鼓グループで、はい、横乗りなんですよね。横乗りです。和太鼓なのに横乗りって、和太鼓って本当は立てたやつだったんだ。しかも彼女が横乗りなんです。そうそう、で和太鼓なのにジャンプしながら叩いてて錦織みたいなんですよ、エアー系みたいな。なんか力入んないじゃないのって言ったら、いや、これが一番いいんですって言って、実はヨーロッパでも大受けしてて、らしいですね、毎年ヨーロッパツアーやってるらしいですよ、ね、もうヨーロッパのフェス総なめぐらい回ってますね、うん、で、あれでしょ、うん、なんかもうあの自分たちで太鼓を作ってるんですよね。そうなんです、あそこのメンバーのおじさんが、ハローさんですね、そう、なんでも太鼓打ちがすごいんですよ、すごいですね。今サカナクションと全国で新しい、もうそのなんかトライバルなリズムを鳴らしている悟空が豊洲にやってきます。10月31日ヤオンステージトップですね、はい、12時正午からです。そしてもう一丁、空気が深海というわけで、ミスターチルドレンですか。あ、違う、あ、違う、深海違い、あ、ポラリスですよ。もう聞けば分かると思うんですが、ね、ポラリス嬉しいな、風になりますよ、浮遊感、ポラリスの音は、ね、ゆずるくんのベースもね、もうたまんないですよね。もう青空に雲がたなびいていくのが見えるみたいですね。そうそうそう、なんとなく、なんか呼吸をする速度がちょっと遅くなってくるっていうか、息を吸って吐いてっていう、
そういう気持ちになるんですよ。すごいなんか絶妙な野外感があるというか、不思議な浮遊感があって。確かにね。でこれサポートでフランボーから水戸くんが来てくれるんですね。あ、本当に、水戸くん何やるんですか？ベースなんですか？あ、キーボードですね。あ、そうか、だってゆずるくんがいるんだよね。なるほど。じゃあ非常にこの日だけのスペシャルなポラリスが感じられる。伊藤君は実は春に、クランボに出てくれてるんで。なるほど。まあ、あのその辺でね、またちょっと呼吸から一瞬してくれる部分もあるんじゃないかなと。そうです、ね、楽しみにしてるんですけど。ちなみにクランボの伊藤君に今どのラーメン屋が美味しいですかっていうと的確な答えをいただきますので、伊藤君を探したらそれを言ってくれると皆さんの雑学が増えます。ラーメン番長ですよ。ラーメン番長ね。ポラリスは11月の1日ヤオンステージ13時20分からです、はい、というわけで10月31日土曜日、11月1日日曜日、豊洲野外音楽広場で開催します。インタ FM897 開局記念豊洲ヤオンカーニバル、インタ FM897 リスナー限定特別電話予約も実施中です。受付電話番号 0570-084-638 0570-084-638。 他にもね、最近髪を切ってかかっこいいと思う女子から大反響の、お、切ったのこの人、切ったね、うわ、綾野なんとか的な感じに、すごい。それ誰ですか？キャラバン？言っちゃったよね。じゃあ行きましょう。キャラバンからのコメント来てます、どうぞ。キャラバンです。今回ですね、10月31日とそれから11月の1日に行われるインターフェム897開局記念、豊洲ヤオンカーニバルというフェスティバルに参加が決定しました。キャラバンが出るのは11月1日の2日目の方なんですけど、おそらくいい天気に恵まれて気持ちいい秋晴れの中一日遊べるイベントになると思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。今年もいろんなフェスティバルに参加させていただいたんですけど、多分今年最後の野外フェスになるんじゃないかと思います。美味しいビールと楽しみにしてください。キャラバンコメントありがとうございました。僕もね、お台場の先でイベントやった時にキャラバンに来てもらったらやっぱ閉まるんですよね。わかります。なんかね、音楽とその日のその大地が思い出になるっていうね、そういうも欠かせないキャラバンです。キーオブライフ、豊洲ヤオンカーニバル。お送りしたのはキャラバンでキーオブライフ、そしてラブサイケデリコでグッドタイムスバッドタイムスです。メッセージ来てますね。リーナさんから、木こりに丸太の切り出しを頼んでるのか。ちなみに2日目に出演の佐野元春さんは木こり好きですって。これ本当？佐野元春さん木こり好きだって聞いたことないです。これどうなの？聞いたことない。でも、久美さん相当佐野元春マニアでしょ、だって。いや、そんなというわけで、はい、もう先に声から登場していただきましたが、ゲストに来てもらいました、ラブサイキデリコから直樹&久美ちゃんです。はい、久しぶり、うん、ね、ここでたまに会うっていう、ね、そうなんです。全然インタビューしてくれないから。いや、ローリングストーンはしたよ。うちの若い衆がさ、いつも鍛えてくれてるんでしょ。ありがとうね、本当に。いや、ムジカとローリングストーンどっちの表紙がやりたいですか？すごいこと聞くね。今日ね、ピリピリくるんだよ。我々ちなみに結構もう本屋でライバル関係の隣に置いてあるから、これ絶対もうその隣に置いてあるんでしょ。じゃあ、直樹と組んで別々にこう並ぶことっていいかもしれない。2つ買うと揃うっていうのはどうでしょう、ね、あ、いいかもしれない、はい、発売日微妙にずれてますよね、でもね。そうだね、うん、でもね、一緒に置いてある時があって、俺ローリングストーン裏返しです。あ、俺もムジカの前にローリングストーン置いてる。そっちが行くね。そういうわけなんです。すげえすごい争いだね、本当に。すごい ね、あの2つの雑誌が同じ番組で、すごい間に挟まれて僕たちバチバチかな。どうしていいか分かんない。たまに一緒にやるんですよ、もうね。時間あれば3時間でも一緒にね、喋ってる。デリコはプレミアムアコースティックセットとして初日のヤオンステージに登場していただくということで、これ夕方の16時からなんですが、これどういう感じの、くみちゃん。私と直樹さんと、あといつもバンドで一緒にやってるカーリージラフ、はい、高桑清志くんベースで、その3人で、でっかいね、また。ね、はい、
でかい人来ちゃうんだ。来ちゃいますね。あの人だってあれでしょ、はい、ほらあの、うん、ゼップダイバーシティのさ、うん、ところにガンダム置いてあるじゃん、はいはい、あれと同じぐらいあるよね。まあありますよ ね、まあ大概のヤオンフェスはだいたいテントの頭ボーンってぶつけるみたいな。そう清さんはね、でもすごい進撃のカーリージラク、うん、カーリージラクそれね面白い。冗談的にね、あのすごい狭いライブハウスでやるとあの照明で頭が焦げそうになる。照明が熱いって。そうね、あとあの僕割と左右にこうステージ上でうろうろするんだけれども、うん、清志くんのところに行っても一緒のマイクで歌える。高さが違うっていうね。高さがすごい。なるほど。でもこれもこの3人でやるってのは言ってみれば盟友同士ですよね。そうです ね、だから言ってみればラブサイキデリコにカーリージラフっていうよりは3人で一つのバンドっていうか、はい、そういうアコースティックは弾けそうな感じがするんですけど、はい、どうですか。はい、いやいいと思いますよ。やっぱこの間ねローリングストーンのイベントでも、はい、このメンバーで出てもらったんですけど音がすっげー良くて。あ、本当。そうなんですよ。でもね僕らのそのイベントの時は、うん、直樹さんがねちょうど前の日に骨折を、はい、うん、骨折の手術ですね。そう、手術をして、ちょっと未だに、ね、握手しづらそうでした、はい、ね。まあでも多分ヤオンの時にはあの治ってる。本当に間違いない。完璧な状態で。これつかないって思うね。完璧な状態で大丈夫ですよ。あの鉄がね今ねこう右手 の、 あの小指の甲に入ってるんですけど、スクリーミング解説してさっきうっかり言ってましたからね。ローリングストーンのイベントでちょっとリハーサルしときましたって言ってきましたから、ね、ギャラ返してもらっていいでしょうか。こっち側が本番だ。というわけで気になるなんかアクトとかいらっしゃいます。これはやっぱり佐野さんですね。ねえ、ちょっと日にちがね違うんですけどね。ああ、そうだ、うん、ホーボーキングバンドで佐野さん、ホーボーキングバンドで、うん、ちょっとクミちゃんからの佐野愛を、いやすごいですよ、語っていただきたい。クミさんの佐野愛。いや、この間もね、はい、あの対談でねお会いしたんですけれどもね、はい、すごいなんかその日は面白いテンションでね、うん、面白かったですね。あの日の佐野さん面白かったですね。キレキレだったですよ、うん、佐野さん時々すごい球投げるじゃないですか、ね、佐野さんってさ、キレッキレになるとどうなの、 BPM が上がるんですよ。 BPM は、うん、もう上がってるかな、うん、本当。俺江戸っ子ですよね。江戸っ子です。江戸っ子です。俺佐野さんとインタビューしてて一番面白いなと思ったのは、何か僕が言った時に Oh, stupid。 これね、かなり来たんですけど。佐野さんいいですよ ね、 やっぱヤンガージェネレーションに対してはすごく言ったね。ヤンガージェネレーションって言われて、あ、ヤンガージェネレーションって言うんだとか、いろいろある、ありますよ佐野さん語録は。まあ、MC も楽しみですからね。いやでも、久美ちゃんと佐野さんのトークって気持ちよさそうだね。その旗から見てて噛み合ってなくても、きっと二人の中では噛み合いまくってる感みたいな感じは。直樹どう？いや、てかバンドも一緒にやってたでしょ。あ、そうだ、ホーボーキングバンドの、うん、ね、去年のね、去年のフジロックで、フジロックね、はい、ビジターズ再現ツアーね、うん、最高だったよ、うん、ね。いや、なんかね、あの間にいる時ってこう対談の時もね、なんか直樹さんすごいちゃんとした人に見えました。なんかほら、佐野さんと久美ちゃんはあの学クラスでいうと帰国子女枠なんです。分かる完全にこう同じ物語で喋れないんですよ。分かる。もう分かりますよ、この感じ、うん、ね、うん、本当そうなんですよ、うん、確かに、ね、佐野さん、ホーボーキングバンドでどういうライブやるんでしょうね。かっこいいですよ、この今の佐野さんのやってるホーボーキングバンドのアコースティックセットっていうか、うん、佐野さんがあのみんなにギターを弾きながら、うん、そうなんですよね、ちょっとねゆったりとなんかブルージーな曲を演奏してくれて、はい、まあ、僕らのイベントの時も、まあ、かつてのこのなんていうのかな、みんなの大好きなヒット曲もまたちょっとリアレンジされていて、うん、まあ、時間帯としてはこれ佐野さんが出るのってもう夕方超えた頃ですよ ね、 そうですね。だからまあもうちょっと夜になっているその東京の夜景をこの佐野さんの演奏を聴きながらっていうのは素晴らしい景色になると思います、うん、個人的な話なんですけど、僕にとって佐野元春ってすごく東京なんですよ。あ、分かります。僕佐野さんが出てきた頃って実は鎌倉に住んでいて、東京って近いんだけどやっぱり遠くて、うんうん、で東京ってすごいなっていう、その東京の感じってなんか佐野さんだったりとか佐野さんのヤングブラッツだったりとか、うん、なんかね、すごいね。だから佐野さんがこうやって東京の野外でやるってそんなにあることじゃないと思うんですよ、うんうん、そうですね、過去全部、うん、見ても確かに。その佐野さんがもう今絶好調じゃないですか、ま、絶好調です ね、絶好調の佐野さんがこのなんかお台場豊洲エリアで東京で野外でやるって、これ絶
回聞きたい。いやこれはねもう素晴らしい演奏になりますよ。でも佐野さんってほらもともとバックトゥーザストリートって言葉を使ってるぐらいで、やっぱりその路上にある何か真実とかイノセントとかすごく大事にしてる人なんで、そういう面ではね今回のステージも佐野さんらしいステージになると思うし、そして10月31日もラブサイキデリコプレミアムアコースティックセット、絶対にクミちゃんの何喋るとかっていう MC 聞きたい。いや聞きたいですよね。あお楽しみに。ちょっとねあの今回あのセットリストを大幅に変更してですね、最近あのアコースティックずっと回ってきたんで、そうだね、もう季節が変わったからね、ちょっと夏バージョンはもう終わって、あちょっと秋バージョンにしようかな。はい、だからアコースティックのセットで初披露の曲がたくさんあります。まだ練習してないけど。これからか。これからどうなる。これからか。あのこれを聞いてくださってる方、そして来られる方、直樹は煽ればいくらでもギターを弾きまくりますから、もう折れてようが関係ないですから、煽りまくって直樹のスーパーギターを弾いてもらうと、この日だけのさらにスペシャルな並びになるんじゃないかなと。ありがとうございます。楽しみですね。でもね、楽しみ、ね。カーニバルですからね。カーニバルだね、そこは一緒に盛り上がっていきたいですよね。本当に楽しんでいきたい。あとね、清志くんとそのカーリジラフと、はい、清志くんと一緒にあの3人でできるっていうのがすごい僕らは今楽しみ。うん、やっぱすごいあの近い仲間なので。はい。うん、わかりました。というわけで、本当にぜひともラブサイキデリコ、そしてカーリジラフ、コラボレートライブ、そして佐野元春さんのライブ、いろいろ見ていただきたいと思います。実はあれですね、ラブサイキデリコレギュラープログラム、サードストーンフロムザサン、このあと午後10時から、これ、はい、もうすぐじゃん。そうですね、今さっきあの隣であと1時間後選曲してたね。あ、失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたこの現場で。そうですね、はいはい、今日はあの UK 特集をやると思います。ちょっと1曲だけでも今かける音楽言っちゃえば、なんか何でしたっけ、ニューオーダーの新曲。あ、ね、ニューオーダーよかったね。青春燃えるだってジョーダーで今日ジョイディビジョンの T シャツ着てるもんね。そうそうそう、この間ニューオーダー1曲かけましたよ。デブロのショーと、ちょっと浮いてましたね。新譜がすごい、いや最高なんだよね。とってもダンスポップなアルバムになってるんですよね。あれさ、やっぱりさ、ミュートレコードに行ったっていう、うんうん、そういう感じがするよね。しますあれ、ね、うん、ディペッシュモードかニューオーダーかみたいなね、うん、と面白いんですけど、22時からサードストーンフロムザサン、ぜひとも聴いてください、はい、本当にラブサイキデリコのクミとナオちゃん、あ、なちょっと俺今ねすごいこと言っちゃいました。クミちゃんとナオキって言おうと思ったらクミとナオちゃんになっちゃったんですよ。まあまあまあ、ざっくりとね、はい、ざっくりと。昔からさ、あのこう知ってる人ってみんな僕のことをナオキって言うんだけど、クミのことはちゃんとクミちゃんって言うんだよね。そうそうそう。これあれちゃんと正しいマナーでしょ。だと思います。はい、来ていただきました。本当にありがとうございました。どうも。それでは2日目に出演する佐野さんのナンバーをいきましょう。佐野元春で約束の橋。The Real Music Station Inter FM 8-9-7 A brand new beginning Toyosu Yaon Carnival。 しかなしが生放送でお送りしてきたインタ FM897 開局記念トヨスヤオンカーニバルスペシャルというわけで、インタ FM897 いつも聞いてくれてありがとうございます。この曲懐かしいですね。ちょちょ切れますね。やってくれるといいですね。南米さんね、今回もう5時過ぎには暗くなるので、はい、キャンプファイヤーをもう暗くなる頃にはバーンとでっかく、おその頃にサムさん炎を上げていきたいと思うんでね。もうサムさんもそうです。17時20分からですね、やばいですね。もう時代によってこれ92年の牧田里穂さんと稲垣吾郎くんのあのフジテレビの主題歌だったっていう、そういう人たちがちょうど今あれでしょ、なんか家族持って幸せな気持ちになってる人たち来ればいいじゃないね。え、トヨスヤオンカーニバル、そうなんです。もう一回言いますけど、小学生無料、無料、ね、中高生2000円、はい、もうお父さんとお母さんだけチケット買ってきてくれれば。そうですよね。そしていっぱい食っていっぱい飲んでくれれば、そうです、なんとかまた次もやれるんじゃないかなっていう、はい、あとあの会場内レジャーシート引いてね、はい、結構原っぱの上でゆっくりくつろげるような空間あるんで。もうちょっとね、南米さん残り1分40秒ですから、ここでもう絶対したくなるようなトーク1分ぐらいかましてください。大変ですね、はいはい、あのカーニバルなんでね、とにかく、まあ、あの暗くなってからの話しちゃいましたけど、はい、
バカルビーチはね次々とたくさん あのカーニバル隊が出てきます、はい、サンバ、はい、阿波踊り、はい、盆踊り、あ、盆踊りは暗くなってからかな、はい、それからなんかねこれ後ろで今ねサライが加山雄三さんのかかっててだんだん切なくなってきて、いやいやいや、ホタルの光感がすごい、負けないですよ、行きましょう、はい、あとねチンドン隊ね、チンドン隊ね、それからバグパイプがねピーハラピーハラでやってきますよ、それからねアフリカンダンスとアフリカンパーカッションの舞台もいます、はい、あとさっきあの音楽かけてきた和太鼓グループの悟空でドーンと始まります。そうですね。もうそういうね、いろんな音楽の、はい、なんて恵みっていうんですかね。こう美味しいとこ、ジューシーなとこ、そうそう、秋の恵みのようなね。そうですよね。恵みまさに音楽の収穫祭だこれ。もうメジャーな音楽ミュージシャンもいっぱい出て、すげえ贅沢だと思うんですよ。わかります。それを最後にもうこのね、加山雄三さんのサライで焚き火で。打ち上げる、いいです、ね、東京ってほらなんとなくいろんなものが便利だから、便利に知れちゃう音楽だけをみんな聞きがちなんだけど、ここに来ればそれだけじゃない音楽も聴けるし、そういう音楽も聴けるし、これ最高ですね。超ごった煮だと思うんですよ ね音楽の旅をこれだけ便利にできるのもないというわけ で、ね、鍋さん、はい、10月の31日土曜日、11月の1日日曜日、新豊洲駅から徒歩30秒の豊洲野外音楽広場で、はい、皆さんに会いましょう。はい、よろしくお願いします。豊洲ヤオンカーニバルスペシャルでした。皆さん聞いてくれてありがとう。あとは当日に南部さんが待ってますので、よろしくお願いします。みんなで待ってます。よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。